さすぐ劣化するもんね。もうその日に食わないとやっぱり、あの惣菜売り場とかであるじゃない、天ぷらとかいろんなもん、まあ普通に家で作ってもさ、あの劣化が早いじゃない、その日に食った方が美味しいわけだからね。それと一緒ですよ。芋というのはいいらしいよね。芋、さつまいもっていうのはね、あのいろんな栄養素が入ってるらしいよ、うん。で、芋のつるというのはね、あのずっと持つんだって。そう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 、なるの。それ冷蔵庫に入れたらカチカチになっちゃうのよ、それがね。そうなっちゃうんだよ。ほんでちょっと水つけてチンしたらちょっと楽になったか、食べれたって感じかな。うん、もう美味しかったね。いや、ちょっとあのチンすると柔らかくなって、ね、食べれた、よかったと思って。うん、まあこれ1個だけやったけどね、今日食わんとまずかったもんだから、本当はね昨日のうち食いたい、食べたかったんだけど、もう夕食の後は食べれないなと思って、だからねもういいかと思ってね、ああだったな、これ食べなきゃと思ってね。本当はその食べたいなと思う時食べなきゃいけんけど、まあ、ちょっと食べたいなという時に食べてるわけじゃないから、まあ良くないんだろうけどね。捨てるのもったいないもんだってな、うん、な感じやね。刺身とか、刺身とか生もんはちょっと気をつけた方がいいよね。あの生もんの刺身とか、あのあれで、あの誰だかな、あのノンスタイルの井上さんって言ったじゃない、小腸にね、あのあれがいたらしいの、なんだっけ、虫がいたらしいのね。生もんは気をつけた方がいいよ、やっぱり。こっち生もんじゃないからいいけどね、あアニサキスだった、アニサキスが小腸におったんだったね。あのな、救急病院でなんか行ったり、夜間病院か、救急じゃない、夜間病院で行ったりしてもう分かんなかったらしいのね。で小腸の方にアニサキスがいると、そんなのあるんだっていうね。胃を食べるのは知ってたよ、アニサキスっていうのはね。で刺身にはやっぱりね、わさびをつけた方がいいし、まあ生もんはやっぱ気をつけた方がいいね、やっぱり食あたりしたり、そういうアニサキスにそのやられて痛いよ、あの激痛になるしね。だからそれが本当効くか知らないけど、アニサキスにいいのはそのわさびもだけど、あのセロガンがいいと、セロガンなんかいいと言われているか、それは本当か嘘か私には分からない。SNS 上では広がっていただけの話だから、そのもう本当に取れないやつはもうしょうがないよね。まあね、 SNS でやってたのはそのアニサキスのやつには、まあ、わさびもいいっていうのをしてたけど、セロガンか、うん、セロガンはいいって言ってたけど、それがいいのか悪いのか私ははっきりでは申し上げられないっていうのが分かってんだけど、まあ生もんは気をつけた方がいいよっていうことね。うん、魚はいいっていうね、魚は DHA と EPA とか入ってるから、焼き魚が一番いいかもね、焼き魚の方がいいかも、刺身なんかやる、私は分かんないけどね、刺身ちょっと怖いなんて思ってる分もある、今最近は。うん、よく首のね、魚の首のとこにね、あれが、あの、アニサキスがいたりするよね。で、魚の惣菜売り場の人が一匹ずつ取ってるよね。で、たまにね、取り残しがあるんよ、あれっていうのはね。うん、でそういうのがあって、そうそう、まあアニサキスに引っかかるところはいて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 ってなるんだよね。あ、アニサキスってノウンコちゃんが胃を食べるんだよね、胃をこう食べる、引っ張る、うん、そして痛いたたたってなって、まあ病院に行くとアニサキスだよってなるわけよね。だけどそれ、そのアニサキスがセイロガンがねいいっていうのはネットでやったけど、本当はそうかは分からない。私はそれはもう確証が得られないか言えないね。うん、あのあれ、イベルメクチンもね、あの本当は日本のねゴルフ場のね土壌から出てきたのにね、日本で作らにサインしたんよ、本当に、あの厚生労働省とかいいとこでしょ。あのイベルメクチン私も買ったよ、まずその関係はね、イベルメクチンやっぱり試してみないと分かんないなと思ってね。うん、イベルメクチンはね、本当は日本でやってる時は17円で作れたんだよね。で、あいつらが作らさんにしたから、あの